ジャスタチャンネルの達でございます。はい、ということでですね、2回戦 J1-2 50万大会、前回1回戦勝って2回戦なんですけども、本日の相手がですね ITF を優勝してる選手なんですけども、まさかの福田空選手との2回戦となりました。なんでなのこっちよ、ふざけんな。なんでまたさ1年越しにお前とやらんとあかんのよ。まあちょっと普段受けてる球とはいえど練習でもボコボコにされてるんで、1ゲームでも多く、あとはやってることがしっかり、まあ、このレベルに、まあ、ちょっと通用すればいいなと思います。勝つ気でやりますよ、そりゃお金もかかってるし。勝ちましょう。これ勝ったら賞金出るんで勝ちましょう。はい、2万円がお手柔らかにお願いします。はい、お疲れでした。なんで急にこの部屋のあれになったかというと、動画が容量不足で撮れてませんでした。ダメだもん。まあ結果から言うと、4626ということで、ちょっと良かったんじゃないですか。いや、めちゃめちゃ良かったんです、1年前に比べたら。まあちょっとね、動画がないんで、あれなんだけど。見比べられないんです。見比べられないんだけど、まあちょっと前の動画でも言った通り、カーペットですごい滑るっていうか、空でもむずいっていうコートだったんですけど、リターン全然返ってなかったむずすぎてタイミングが合わない。あれは結構きついね、ぶっちゃけきついですね。あの返すのもきついし、ハードみたいに滑れないんで腰にきますね、足とか、変なところ。まあ、どうですか最近の、まあ、俺の、まあ、練習見てくれてるじゃないですか。どうだった。やっぱりサーブはまずめっちゃ良くなりましたね。サーブは良かったし、ストロークも比較的良かったし、バックもやっぱりまだやってきてることがまだね、全然その最近やから、まあ染み付いてない、染み付いてないから、前の癖で打ち合った時はバカバーンってミスが出るからなっていうぐらいですね。まあでも普通に僕じゃなかったらもっと勝ってたと思いますよっていうぐらいのレベルになってます。本当ね、動画がちょっと撮れてなかったからすげえ申し訳ないんですけど、まあただやっぱ自分でやってても良くなってきてる実感はあるし、それこそテニちゃんの動画とか見てくれてれば良くなってきてるんじゃないのっていうプレーはやっぱあるし、前みたいに俺ハゲ打ちしたらみたいなはなくなってきてるから。そうですね、まあ、ハゲ打ちはハゲでいいと思うんですけど、別に続かないじゃないですか。続かないね、しかも取っても1点だし。そうですね、だからそれを取られたって別に多分相手からしたらそんなに嫌じゃないというか、おうってぐらいなんで、まあしっかり打つけど安定して、いいボールをこう打って相手を動かすぐらいの考えで打ってた方が、それが多分動画上がると思うんですよ、1回戦の時は結構できてきてるんで、そこはすごい良かったんで、僕の時も結構我慢してるなっていうのが出たんで。まあむずいのがやっぱこのレベルとやるとどうしても甘くなったら持ってかれるっていうのがあるから、だからその焦ったミスがやっぱ多いよね。そうですね、そこだけもうちょいやっぱり冷静にっていうか、力まずゆったりとできてくると、まあ、空のレベルまでとは言わないですけど、まあ、全日本予選だったりとか出てる人たちには結構いい勝負できんじゃないかなっていうちょっと自信はちょっとついてきてる。まあ、あとはやっぱそれを結果で残していかなくちゃいけないと思ったら、まさかの2回戦でこいつ当たるっていう。どうないの2回戦から抜け出さないんだよ。いや今回はもうしゃあないです、まあ、しょうがないよね正直、僕も一緒に来て一緒に練習来てよし頑張ろうぜっつって行って、まさかのドロー見たら2回戦で当たるっていう。そうやろ、1年ぶりに。まあそうですね、公式戦でやって、まあ実際やっぱもう普段の練習からも、てかもう去年からこうやっぱ空と一緒にやって、空自身のレベルが格段に上がってるじゃん。フューチャーズも優勝してね。そうっす ねちょっと自分の中でも自信はついてきて、プラス自分のテニスの勝ち方、やり方っていうのをだんだん調子も上がってきてるし、若いながらできてるんですけどね。だから結構お互い良くなってるんじゃないかなっていうのはめっちゃ思いますね。まあいい環境ですごいやらせてもらってるので、まあちょっとね後々、まあ、どういう環境で やらせてもらってるのかっていう動画もちょっと上げようとは思ってるんで、ちょっと僕がちょっと NG です。ふざけんな。お前いねえとどうしようもねえだろマジで。僕がちょっと
すいません。まあでも今回ちょっとやっぱこうやってね、空とやらせてもらえて、まあどん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 こう自分のレベルも格段に上がってきてる実感はあるんで、まあそれを実際に、まあ、試合の方で結果残せればなっていうのがあります。まあ次がね、マイト、まあ一応全日本の次のランクの大会なんで、そこで本戦、まあ本戦上がってしっかり勝つことができれば、もうポイントもごっそり入って多分100位前半とか下手したら目指せること全然できるんで。じゃあ僕出ます。あなたはインドネシアでしょ。達也さんのランキングの措置します。やめてください坊主になるからやめてください本当にやめてくれ。いやでもほんまに狙い、やこれ皆さん僕お世辞とかじゃなくて、でマジで最近めちゃめちゃやってるんですよ一緒に。まあ後々動画にすると思うんですけど、あのたっちゃんがこんなのやってるんだっていうぐらいやってて、そっからね動きがまず変わったのと、テニスはまあもちろんちゃんと僕のコーチと僕とみんなで練習していろいろ学びながらやってるんですけど、僕も全然なんか前までやったらほんまに2回戦止まりでこう落ち込んで、まあまあそうやろうなっていうぐらいのテニスだったんですけど、ちょっと最近のたっちゃんは変わってますね、だいぶ。いやほんまに、だから全然来年とか全日本予選出ててもおかしくないレベルにあるんじゃないかなと僕は普通に思ってますというね、勇気ももらってますので。あれがアンパンマン、いやがましいな顔変えたろかすぐ変えるまあでもちょっと本当にまあいい環境でやらせてもらってるので、実際に見てくださってる皆様の方には結果でね残せるように頑張っていきたいと思います。と、はい、いうことでまた次の動画お楽しみにしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。今回の試合が中国テニス選手権、1回戦の相手がみんな大好き吉田優利選手っていうことでね、